2003年のスペイングランプリは、ロードレース世界選手権の2003年シーズン第3戦として、5月9日から11日まで、スペインのヘレス・デラ・フロン・テーラーにある、ヘレス・サーキットで開催された。125cc クラス決勝では、ベテランのルーチョ・チェッキネロが5台の集団バトルを制し、シーズン初優勝を遂げた。ポイントランキングでは、今回2位のスティーブ・イェンクナーがトップ。 6ポイント差で、チェッキネロとダニペドロ差が、追う状況となった。250cc クラスでは、終盤に追い上げを見せたトニーエリアスが4台による、熾烈なバトルを制し、自身クラス2勝目、母国グランプリ初優勝を遂げた。ポイントランキングでは、今回4位のマヌエル・ポジャーリーがトップを維持、23ポイント差での2位が、ロベルト・ロルホとなった。モートジッピークラスでは、 バレンティーノ・ロッシが独走で、シーズン2勝目を挙げた。2位は、マックス・ビアジ3位には、ドゥカティのトロイ・ベイリスが入り、モート・ジッピー3戦目にして初表彰台を獲得した。前線の勝者セテジビルナウは6周目に、点灯リタイヤに終わった。ポイントランキングではロッシがトップを維持、2位のビアジは14ポイント差となった。ありがとうございます。